す。どうも無名です。今日もね楽しく彼女なんだっけ僕の彼女が誘拐されたをやっていきたいと思います。まあパート3ですね。うん、やっていきます。やべ時間ねえし結構多いし、やっていこう。この道具はペラ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 花壇で使うものでしょ。ペラペラペラ、シャベルシャベルシャベルだね。シャベルシャベルシャベルシャベハテナシャベル。オッケー。次29番、風船シャボン玉5、シャボン玉5、卵か卵卵。オッケー。なんだこれは。箱に入る数字は6+7=4、4になるわけねえじゃん。13 14 12 11 453って下がってるんだよ。4でも下がってねえな。4で5で上がってるから、次なんだ。あ、6+7=13 でその1+3=4、8+6=14で1+4=5、あ、5だから9+2=11だから1+1=2でしょこれ。2、 OK。 池袋、これはすぐ分かった。う、池袋 OK。 32、 犬研究オーケー。33、両、なんだこれ、両方、理法、方針、方法は違えな。両段、理段、断心打法、なっぽと言葉ねえな。両親、里親、親親、親方じゃねこれ。親でしょ、親。オーケー、いいよ。34。何これ ?G、ご、ゴミ。ゴミだろ、これ。ゴミ。え?ゴミでしょ。5が3つあるんだから。5、G、地味。あ、地味だ、地味。地味。え、待って。G、3個 G。3G、じいさん、やばい、難しいぞ今回、全然当たんねえ。35、帽子、天望、天候の帽子だから天望。待って、ヒント、わかんない。ある役割の役割。キャプ10キャプ10キャプトーキャプトー。待って、キャプテンだ。キャプテン、来た、危ねえ、なんか止まりかけてる。何、乳児、赤ちゃん3、赤ちゃん6、ベビーシックス。なんでだこれ、わかんない。ないこれ。どこの国、ランドがつくのか。どこの国、ニュージーランドか。ニュージーのランドでニュージーランドだ。わかった。ニュージーランド。オーケー、いいよ。やばい、難しい。そう、味噌ラーメン。これはすぐわかる。ラーメン。違う、重さ知らねえよ、書いてねえじゃんそこそれ以前に書いてねえもん、そこに。重さ知らねえよ。え、グラムなわけねえか。え、キロでしょ、キロじゃねえか。トンではないよな。ん、待てよ、あれ待って、
羊ってさ、重さなんだっけ、重さじゃねえの、え、マトンだじゃなかったっけ、マトンだった気がする、マトン、ほら、うん、ほら、重さの対ターンがかかってるから羊の肉はマトン、ほら、俺そんなこと聞いたことある。なんだっけな、た、たき、ぶ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 、わからん、多分、部分、分岐、分析か、分、わかるって感じだ。よしよしよし、40、ファーストパパ、うん、なんだファースト、イレブンなわけねえよな、2じゃないよな、これ1+1+1+1、4で、2+2+2+2で、8、11、え、11じゃねえな、8か、だから4、4、4、16、だから16だから、16ってなんだ、16だから、ん、16だっけ、俺英語ダメなんだ、 S かこれ、ほら、例えば、よし、41、見た瞬間相手が諦める、これでお嬢ちゃんを、これでお嬢ちゃんをって、なヒント、諦めた時に出そうな言葉、出そうな言葉なんてねえよ、参った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 、え、参った参ったなんて武器ねえよ、なんだ、見た瞬間相手から諦める武器、俺だったら RPG とかかな、ロケラン持ってこられたらもう諦める、すいません、何、諦める武器、見た瞬間相手が諦める武器、なんだろう、なんかあるか、おーのーとかで、おのじゃないのこれ多分おのだよねこれ、おの、ほら適当な、これさ、だんだん謎々じゃなくなっていくよ、多分俺がね、ちょっと変なね、もう想像してね、もうおーのーとかでこう思いつけたけどさ、なんだこれ、ペンが半分、半ペン、半ペンだよこれ、半ペン、ハンバーグとかってなんかね、昔なんだっけ、もやっと、もやっととか、すっきり、すっきりとかのやつで、ハンバーグとかって見てなかった、ちょっと今のすぐ分かった、なんだ、キュー、シリキュー、シリキュー、吸血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 だろこれ、吸血、吸血、オッケー、吸血、いい感じ、44、これはどの方面にある、知らねえよ、え、全部言えばいいだけじゃねこれ、北、ダメ、西、東、もうこれもうなぞなぞ関係なくなってきて、南、来たー、もうクソ野郎みたいになってる、小さいゴミが多い、みたいな、ゴミ、ゴミ、ヒント、わからんわからん、小さいゴミとは、クズ、クズ、カス、クズ、カス、ゴミ、わからん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 、え、なんだろう、クズ、カス、チリ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 だ、チリ、チリ、オッケーオッケーオッケー、おお、SS、オッケーオッケーオッケー、よし、助けるぞ、そろそろ、全部解けた、アイリーは無事か、素晴らしい、まさかクリアしちゃうとは、サクッと殺せると思ったのに、すげえな、お前、誰かアイリーを、まあまあ落ち着いて、もうちょっと楽しもうよ、この部屋の右側を見てみよう、なんか出てきてるよ、お前、お前なんかゲームセンターでありそうな、しかもなんかね、上の方になんかあいつが笑ってるけど、なんか面白いよね、マスターハンドとクレイジーハンドみたいな、ゲーム台、そう、ゲーム台、とっても簡単なゲームでね、追ってくる敵をずっと避け続ければいいだけなんだ、このゲーム、イージー、ノーマル、ハードをクリアしたら君の勝ちだ、アクションゲームも混ざってるのか、これ面白いな、まあ、分かった、これをクリアしたらアイディアを返してくれるんだな、もちろん、ただ、私は気分屋のところがちょっとあってね、クリアまでにあんまり時間かかっちゃうと、おい、本当に、はいはい、お互いから早く始めちゃって、何？あのリストバンドどこかで見たことがある、お前なんでそういうものをつけてんだよ、手袋の上から、おかしいだろ、あれは確か高校の文化祭の時にチャリティーの一環で配っていたものだ、なんでそのリストバンドの仮面の男が、まさか犯人は俺たちの身近な人なのか、わからない、なぜこんなこと、分かってんだろそれ今は下手に刺激するのは避けた方がいい、
とにかくすぐにゲームをクリアしないとアイディア。今日は最悪の一日になりそうだ。いい彼氏さんじゃないですか。お、面白くなってきたぞ。まあそんなわけでね、今回これで終わりにします。次出します。パート4はね、いつになるか分かんないけど出したいと思います。じゃあね。